ということで、今回のテーマはセカンドキャリアということで、私がアナウンサーになっていなかったら、そうですね、実はですね、アナウンサー試験を受けている中で銀行の試験も、書類を出していたので、もしかしたら銀行で働いていたかもしれないです。どんな人生だったのかしら。